ゼネラルエレクトリックはアメリカ合衆国を主な拠点とし、電気事業をルーツとする多国籍コングロマリット企業である。世界最大のアメリカ合衆国の総合電機メーカー、以下の幅広い分野などでビジネスを行っている。 ダウ平均株価の構成銘柄のうち、1896年5月26日の産出開始時の銘柄中唯一残存していたが、2018年6月26日に業績不振による時価総額の減少のため除外された。入れ替わったのは、ウォルグリーンブーツアライアンスである。長らく世界屈指のコングロマリットとして事業拡大が行われてきたが、 2001年に CEO としてジャック・エルチの拡大路線を引き継いだジェフ・イメルトは主な事業の主捨選択に失敗しており GE がかつての ITT と同様な道のりをたどるかもしれないという見方も出ている2017年8月1日に CEO に就任したジョン・フラナリーは11月13日事業の絞り込みを行うことを表明 2021年11月には、航空、ヘルスケア、エネルギーの3部門を分社化して上場する計画を発表した。CFM56 から5、ゼネラルエレクトリック・シグナム・ RI、発電用ガスタービンエンジン LM6000、エボリューションシリーズ ES44、DCG 製エンジン F118GE-100 を搭載した、B、B-2。ありがとうございます。